おはようございます。師走も師走、12月20日雨の舞妓一番ゴンドラ乗車中。いや、上は降ってるかな、神楽は雪かな、肌寒い冷たい雪の舞妓です。今日鉄のパパと一緒に滑る予定でしたけども、彼はジジイなので雨ということで帰郷しました。まあ仕方ねえな。まあ私も部屋にいても暇なのでちょっくら来ましたが、 2,3 本滑ったらちょっと戻ってやることがいっぱいあるので、午後は六日町病院まで行きたいと思います。いや、明日から後楽園もオープンらしいですけど大丈夫か。いや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 、結構強い雨です。じゃあ皆様本日も一日ご安全に。